はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日は前回作った玉ねぎのコンドゥーターですね。こちらを使って、まあ、玉ねぎのポタージュ、まずは仕上げていきたいなと思います。大きめのスプーンで、まあ3杯分ぐらいかな、1、2枚やったら。で、こちらに牛乳がだいたい 60cc ぐらいです。最初は玉ねぎだけでね、吸っていただく感じでやっていただいても全然問題はありません。ハンドチョッパーって結構便利ですよね。火にかけたところで塩が、まあ、2つまみ分ぐらいかな、入ったら十分だと思います。隠し味にお醤油を気持ちだけ入れて、お醤油ですね。あったらチキンブイヨンとかね、そんなの分で味も整えていただくのもありだと思います。盛り付けるっていうことに大したもんではないんですけどね、普通にこちら入れていただきましたら完成です。まあ仕上がりこんな感じで出来上がったんで、早速食べていきたいと思います。スープできたので食べていきたいと思います。甘っ。玉ねぎ、これまあ新玉でやってるんでね、癖が少なくてすごく食べやすいです。これそのペース分けできていればね、朝食の時とかにすぐポタージュ作って食べていただけるんで非常にいいかと思います。このスープのいいところは、高血圧の方すごくおすすめでございます。大体2週間ぐらいかな、毎日毎日、まあ、1杯ずつでもいいので摂取していただきましたら、血液サラサラ成分がすごく強いので、高血圧の方は、まあ、保険通らない人がね、通るようになったみたいな話を聞いたことがあるぐらいで、本当に体にいいスープなんで、ぜひぜひよかったら皆さん試してみてください。というわけで、ちょっと短めなんですけれど、こちら、新玉ねぎのポタージュの紹介でございました。次回こちらのショートが終わったら、今度はこちらをベースを使った、カレー風味のちょっと万能ソースみたいなものも紹介していきたいと思います。また今後もいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画で、バイバイ。